皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今回は清陵中学校の入試対策講座のお知らせです。対象は小学校5年生と6年生保護者の方の観覧もできます。2回開催されて、日時第1回目は10月22日の土曜日14時から16時、1時間目は国語、2時間目は社会英語から選択、このようになっています。第2回目、こちらは11月12日の土曜日、同じく14時から16時です。1時間目が算数、2時間目は理科、英語、どちらか選択するという形になっています。なお、これとは別に個別相談と保護者対象の入試攻略講座、これも開催されます。申し込みが必要で、こちらのチラシをお持ちの方、このチラシの QR コードの部分から申し込むことができます。チラシをお持ちでない方は清陵中学校の入試広報課に問い合わせをするか、ホームページの方から申し込んでください。今回は清陵中学校の入試対策講座、こちらのお知らせをしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。